ヨハネス・クヌッセンは、デンマーク・フレゼリクスハウン出身の船員。和歌山県日野岬沖での海難救助活動中に、巡難した。その勇敢な行動は検証され、日本とデンマークの友好と交流の象徴として、語られる。エレンマークス号1957年2月10日午後9時40分頃、名古屋港から神戸港へ向かっていた、デンマークの海運会社。 マースク社所属の貨物船、エレン・マースク号は、和歌山県日の岬沖の紀伊水道を航行中、徳島県浅川の基本船、高砂丸が炎上しているのに遭遇した。風速20メートルを超える強風の中、エレン・マースク号は、高砂丸乗り組員の救助作業に当たった。エレン・マースク号は、救命艇を下して、 高砂丸船長を救出するものの力尽きた高砂丸船長はエレンマースク号の縄橋後から海中に転落したエレンマースク号に機関長として乗り組んでいたクヌッセンは高砂丸船長を救うべく海中に飛び込んだがそのまま波間に没した翌朝クヌッセンはエレンマースク号の救命艇と共に和歌山県日高町田ぐい地区の浜に遺体となって 打ち上げられた。この海難事故では、高砂丸の船員3名全員とクヌッセンの4名が犠牲となった。日本の船員を救おうとして柔難したクヌッセンの行動は当時の日本で大きな話題となり、日本政府は訓後等総行局実証を送った。日野岬パークのクヌッセンの丘にある検証費と共造事故の翌1958年には、 事故現場を望むキー・ヒノ岬東大付近の日の、ミサキパーク内に、クヌッセン機関庁検証費が建てられた。また、1962年には、関西デンマーク協会の呼びかけによる、義援金で競像が建てられている。検証費、競像のある一角は、クヌッセンの丘と呼ばれている。毎年2月には、地元のヨハネス・クヌッセン遺徳検証会による、 慰霊喧嘩式が行われている。遺体が打ち上げられた日高町青殿いには、クヌッセン機関町以外発見の地と記された、供養塔が建てられ、その傍らの保管庫には、救命亭が保存されて、地区の人々によって守られてきた。2012年には、剣道各福工事に伴い、保管庫を新築移転している。和歌山県では、 クヌッセンの勇敢な行動と無視の人類愛を称える歌が2つ作られ、郷土史の副特本等で語られるなど知名度が高い。2002年、サッカーワールドカップの日韓共催大会では、デンマーク代表が和歌山市でキャンプを行ったこともあり、クヌッセンの縁が想起された。高砂丸の母校だった徳島県海南町、浅川でも、1959年に海南町が、 消徳費を混流している。現在浅川漁村センターにある、この石踏みは、地元の浅川小学校の児童によって、清掃と喧嘩が行われていた。2007年には、海南後50年を記念し、距里フレゼリクスハウンのバングスボー博物館内の、海事博物館に、クヌッセン機関長記念コーナーが設けられた。AB、ありがとうヨハネスクヌッセン機関長。 伊高町教育委員会。2014年4月15日閲覧。参議院会議録情報。第26回国会運輸委員会第3号。参議院。2012年2月11日閲覧。a b に坂義信。クヌス戦機関長とサッカー。知事からのメッセージ。和歌山県。2014年4月15日閲覧。 ヨハネス・クヌッセン機関長の委徳を検証する決議。和歌山県議会。2012年2月11日閲覧。ありがとうございます。